る日、あるところに一人暮らしていたくらい、森の奥で何色にもなれず。はい、というわけで今回はユニバーサルオーディオのオーディオインターフェース Apollo X8P を使ったレコーディングとミックスを行っていきたいと思います。本機はですね、マイクプリが8ちゃん搭載されているモデルなんです。内蔵 DSP を使ったユニゾン機能での掛け取り、それから UAD プラグインを使ったミックスが可能になっています。今回レコーディングする楽器はガットギター、エレキギター、ボーカル、そしてモジュラーシンセなどです。それでは早速レコーディングを行っていきましょう。はい、では、まずですね、ガットギターを取ってみましょう。ギターを弾いていただくのは猫猫猫での村松恵里香さんです。よろしくお願いします。まず、ガットギターなんですけど、内蔵のピエゾとコンデンサーマイクが入ってるんですけど、プラス手前にチューブマイクも立ててます。それ両方とも出してるんですけども、これ両方ともちょっとまず音作りしてみます。まずはラインの方だけちょっと聞いてみましょうね。中の、コンデンサーの音ですね。はい、これはですね、ニーブの1073ユニゾン機能で、撮ってます。これから UAD の1176ですね、レボリューション A ってやつです。これに通して、でリバーブはこの EMT140 というやつを使ってます。これでちょっと聞いてみますとどうでしょうか。はい、結構優しく弾いてるんですけれども、割としっきり取れてる感じですね。で、次にですね、前に立ててるマイク、これもやっぱり同じように1073、2部の1073と1176で撮ってます。これを、はい、どうぞ。いい音ですね。いい音ですね。こうやってね、今マイク立てたからこの声まで今リバーブがかかってますね。はい。ということで、さっきからいろいろ音作りしてみても、両方ともコーツつけがたいので両方取っちゃうことにします。はい、ね、はい、はい、ではいきます。ボーカル撮っていきましょう。はい、で、村松さんがそのデモとかで撮ってた時っていうのはダイナミックマイクでお家で撮られてたんですよね。はい、そうですね。で、結構ね、僕その質感はねすごくいいと思ってて、で、実は僕ダイナミックマイクもコンデンサーマイクもその出力の違いはあるけど、全然どっちも良さがあるっていうか、ボーカリストのその特徴というか、その声質とかで全然どっちでもありだと思ってるんですよ。はい、高いマイクだからいいとかないんで。で、今回ですね、ちょっとこのボーカル撮るにあたって、このアポロの方でセッティングも今いろいろやってみて、2種類ちょっと今マイクを立ててみまして、はい、片っぽはですね、チューブマイクのこの、なんかちゃんとしてる感じですね、はい、AT4060 ってやつと、それからですね、どこにでもあるSM58 ゴッパーってやつですね、はい、それを僕よく使ってまして、
グリル、これをですね外しちゃって、それでポップガードをつけるっていう風にして、ポップガードをそれにしちゃうっていう理由はその広域の落ち込みがなくなるからなんですけど、こうするとですね結構全然ゴッパーっていう、いわゆるゴッパーの音っていうので灰落ちしてる感じっていうのがなく取れるんで、だからこれでも全然いいだろうなと思ってます、はい、で、ちょっとさっきセッティング村松さんに歌ってもらってセッティングしてある程度作ってみました。でまずはですねその AT4060 にですね、やっぱりこれも10732分、それから、1176AE っていうねアニバーサリーエディションってやつで、これ僕実機持ってるんですけども、もう便利なんでこっちばっかりプラグインばっかり使っちゃってますけどね、これを通してみて、リバーブはさっきと同じように EMT の140ってやつ、これを通してみてるんで、ちょっと試しにソロで歌ってみてもらってもいいですか。はい、はい、醜いアヒルの夢を見た、こんな感じで撮れるんですが、次ですねゴッパーの方、これも同じような感じにセッティングしたので、ちょっとそれも撮ってみます。聞いて歌って聞いてみてください。ちょっとこれで、はい、どうぞ。醜いアヒルの夢を見た、どうですか違い。そうですね、なんて言うんだろう、こっちのうんいい方がちょっと空間ふわってしたはい、はい、イメージがあるんですけど、うん、こっちのゴッパーは結構芯が強くて、うんうん、そうです、芯が強くてね、結構固めな感じの音でも、それはまたそうですね、から、うん、よく言われるそのなんか安いマイクだ、うん、高いマイクだっていう感じが、うんうん、まあこっちのその今ユニゾンってこのアポロでいろいろセッティングしてるっていう理由ももちろんあるんですけど、はい、あまり関係なくその好みで選べる感じになっちゃうんですよね、はい、撮るときですねどっちで撮ってみます好みでなんですけど、確かに村松さんが言うようにそのゴッパーの方が芯がある感じっていうのはやっぱライブでそのぐわーっていっぱいなってるところの中でその人の声だけ取れるようにっていうことで、やっぱ指向性が強いんですよね、うん、こっちのチューブマイクはね空間を取れる感じで、はい、うん、好きな方でいいですよ。今回の曲はこの空間の方だったなと思いつつ、うん、こっちも気になりますね、うん、でもね、はい、やっぱまあ静かな部分もあるから、うん、その空間も抑えてる感じはやっぱり、はい、コンデンサーのねその感じはやっぱりありですよね、全然ね、はい、今日はいい方で撮っちゃいましょうか。はいはい、はい、では頭からいきます、はい、クリックを出しつつで、はい、今回はですねクリックをちょっとこっちに音に混ぜ込んじゃってますけども、はい、はい、ではいきましょう。はい、では頭からいきます。ある日あるところに一人暮らしていた、暗い森の奥で何色にもなれず、はい、というわけで次に上鶴くんのギターです。よろしくお願いします。お願いします。上鶴くんもアポロユーザーなんですよね。はい、そうですね、はい、一世代前の8、はい、
もうすでにですね、ちょっとさっき上鶴くんもいじってくれて、今日はですねフリードマンのこのギター、はい、ギターアンプこれですか、フリードマン BE100 ってやつ、はい、これいつもやっぱり使ってるってことなので、これをですね、もう使って、もうすでにいつも使ってるプリセット、さっきちょっと本人にもいじってもらったので、はい、このままの音をちょっと一瞬弾いてみてもらっていいですか。はい、この音が今 B100 なんですけども、ちょっと一応なしの状態、これも全部なしの、これで全部なし状態かな、はい、はい、こんな感じですね。はい、でこれを B100 通すとこんな感じになって、さらにリバーブを増や、さっきと同じリバーブと、あとディレイもちょっとつけてます。これコルグの SDD3000、 これもデモの時からすでに使ってるので同じような感じのセッティングにしてみました。これでちょっと聞いてみてください。はい、はい、で、もうすでにいい感じなんですけれども、ちょっとこれで、はい、もう少し僕の方でちょっと試してみてもらいたいなというプランをちょっとやってみます。はい、まずはですね、ユニゾン機能のところに、ユニゾンのところにニーブプリアンプっていう、これ僕最近すごい使ってて、ちょっとこれありなしをやってみます。はい、今までのがなしで今度ありにしてみました。はい、なしにするね。あり、違いますね。どっちが好きですか？ありの方がなんかこう腰があるというか、そうですよね、こうなんか重心がちょっとだけ低く、うん、そうなんですよね。ローがやっぱりちょっとね、ボトムがずしっときて、うん、でも上がスキッとしてるっていう感じで、本当にイブらしい音で取れるので、さらにですねコンプレッサーを後ろにちょっとかましてみました。で、ですね、まず僕がよく使ってる API のこれビジョンっていうやつの中のチャンネルストリップの中のコンプなんですけども、これでちょっとまずありなしで聞いてみましょう。はい、まずこれあり、ガーンとかちょっとあのでなし、がっつりかけてますね。はい、ね、うん、でもなんかそのピッキングのニュアンスがなくなってるわけではなくて、そうそうそう、全然こうちょっと反応して、うん、でただちょっとかけすぎかなと思ってもう一個ちょっと試し作ってみました。これはですね、はい、あの LA2A の、 あのレガシーってやつですから、これアポロシリーズ買ったらもうすぐ使えるやつですね。これも僕結構愛用してて、ちょっとこれもありで、はい、ね、これも確かに、うん、こっちの方が自然なんですよね。自然ですね。そうなんですよ。これもさっきのニーブと近い感じで、はいはいはい、その中低域の腰が出てきて、うん、なんかよりこうなんかアンプを弾いてる時のそのアンプの出てくる音の低域感というか、うんうん、そうですね、に近い感じは、うん、このやっぱ LA2A とかっていつも僕そのかかったって思わせない程度にかけてる、うんうんうん、でもまとまってるなみたいな感じになってて、うんうんうん、こういうのは本当にね、なんかレガシーシリーズでも十分使えちゃう、うんうん、いい感じの音でね。じゃあそんな感じで撮っていきますかね。はい、お願いします。はい、ララララ。
はい、では最後にですね、モジュラーシンセでちょっといろいろ音を入れてみましょう。とはいえですね、オケにはもうすでにいろいろ入ってます。なのでまあ使うかなと思いつつも、いろいろなんかせっかくですから遊んでみました。基本はこういう音にしようかなと思ってます。これね、ここのミブレイっていうサンプラーで出してるんですけども、こうやってみたいにね、どこをループさせるかっていうのを自由にこうやっていじられます。でリバーブがかけられたり、ディレイをかけたりとか、フィルターをかけたりとかね、いろいろこんな風にして遊べます。でこれもやっぱり X8P アポロの方に直接撮ってるんですけども、今ここのライン立ち上がってますね、こうやってね。で僕が最近ハマってるやり方だと、これ今やっぱりさっきギター取りでも使ってましたか、ニーブプリアンプっていう、これをですね入れてます。ちょっとこの状態でそのまま入れてみますね。違い分かりました？もう一回オフにします。分かりましたか、違いが。少しねソリッドになるんですよね。でズシッとするから、いろいろねここにもあのオーディオインターフェース的なものがあるんですけれども、やっぱりなんだかんだ言って僕 X8P の中のプリアンプを使って撮っちゃったりしてることが多いですね。なのでこの状態でちょっと撮っていきます。でも音作りも何もないんで、これから音作りながら僕やるみたいな感じですから、もうせっかくですからどんどん撮っていっちゃいます。こんくらいかな。はい、撮ってきます。いいループを今作ってるところで、はい、では最後に軽くちょっとミックスしてみましょう。実はですね、僕あんまり最近ミックスに関してはプラグインてんこ盛りとかはまずしなくて、というのもですね、取り音がしっかり取れてればいいっていう元のなんか原点に立ち戻ってきてて、特に今回とかはすごく取り音でちゃんと掛け取りで取れてるんで、あんまりね、その後にさらに EQ かけましょう、コンプかけましょうっていうのはまあやんないですね。でいう感じで、ちょっとある程度バランスさっきちょっと軽く取ったんですけども、まあ何をやったかっていうと、ほとんどやっぱりエレキギター、ガットギターにはもう何もかけてなくて、それで昨今のやっぱりボーカル処理、オートチューンは軽くかけてみてます。これもやっぱり UAD で使えるやつなんですけども、オートチューンリアルタイムアドバンストっていうやつで、リアルタイムでもかけられるんですけどね、さっきの村松さんが歌ってた時は何もかけてなくて、本当にちょっとだけ補正するぐらいな感じで今かけてます。
るところに、ちょっとここのねオレンジ色で見ますけど、一人暮らしていたくらい、この程度な感じでちょっとだけかけてますというふうにして、ほとんどプラグインはかけてないけども、トータルのところだけちょびっとかけてみました。何をかけたかと言いますと、これもやっぱり UAD のプラグインですね。マンレイのマッシブパッシブでしたっけ、イコライザー、ちょっとこれオンオフ聞いてみましょう。ちょっとオンオフで聞いてみます。まずなし、で、あり、まあいわゆるドンシャリですね。中域の部分の気になってるところっていうか、特にやっぱり音楽的な部分っていうのでまとまっちゃうところがあるんですよね。ここで言うと僕今 500Hz とそれから 2kg のあたり、この辺をちょびっとだけカットしてるんですけども、本当にちょびっとです。で、最終的なところでさらにこれもマンレーなんですけども、バリアブルミューコリミッターってやつね。これはまあミックスで実際に実機使ってる人も多いですけども、とてもいい感じです。これもちょっとなしで、ありなし聞いてみましょう。で、あり、みたいな感じですね。変わったのこれとか言う人もいるかもしれないですけども、あのね、マスターにはねそんなにがっちりやっちゃダメみたいな感じちょっとよそ行きになったなぐらいな感じでいいと思います僕は。という感じで、ほんのちょっとだけまとめましたけども、基本はもう元の状態、元のミックスのところでいい感じになってればもうそれでいい。掛け取りでやってたっていうのが僕のそこは最大の理由で、あれこれなんかミックスの時にトラックの音色を補正するっていうことをやらずに、やっぱり元の曲の中ですでにいいテイクになってるっていうところってやっぱり音楽的にすごく大事なところで、だからこういう感じでいつも使っているわけです。という感じですかね。初代のアポロを僕持ってまして、でずっと使ってたから、それのアップグレード版っていう感じで、もうすんなり使ってますね。で、やっぱりプリアンプが、8つになってるし、それでしかも中のコアが6つになって。エフェクトがやっぱり使えるようになってるんで、そういうところの実利的な便利さっていうのはやっぱあって、あとやっぱり音もやっぱり良くなってましたね。そこはねすごく感じます。もうなんだろう、レイテンシーとかそういういわゆるネイティブ環境っていうのになるんで、もう20年ぐらいずっとそういうレイテンシーがあってどうだとか、やっぱプロトゥース使おうとか、そういうのをずっともうなんか試行錯誤してきたんですけれども、アポロでの掛け取りとかそういうのっていうのが、まあ、アポロのコンソールですね、この画面にある、これを使うっていうのは、まあ、ネイティブ環境、プロトゥースじゃないところで撮るっていうのの一つの回答じゃないかなって僕思ってて、そういう意味でライブとの組み合わせとかもすごくいいですね。何がいいかっていうと、まあ、パンチインがまず全然簡単にできちゃうとか、それからその掛け取りして撮ってるものに関してもうそのままどんどん撮れていく、そのなんだろう、スピード感みたいな、ライブがもともと持ってるそういうのがやっぱりアポロによって全然もうなんか普通に撮れちゃう感じですね。今回だけじゃなくて基本なんか他のバンドとかでも
僕どんどんこれで撮ってます。リハーサルスタジオとかプライベートスタジオとかそういうの持ってて、それでいろんなバンドとかこうちょっと発ちゃんありますから、ドラムも撮れますからね、そういうのを撮るのが大好きで、そういう人が多分すごく恩恵を感じますね。実際僕今日あのバンドじゃないけど、あの村松さんと上鶴くんのテイク撮ってて、一番やっぱりいいなっていうのがやっぱりセッティングを保存してすぐリコールできちゃうっていうのがねいいですね。今日はまあなかったけど、例えば一番最初に撮ったガットギターの音、あれもう一回差し替えたいなとかいう時とか、それができちゃうんですよね。もうロードすればすぐそのセッティングに戻れるっていうのは本当に素晴らしいですね。よくこれがあれば何もいらないさとか言う人いますよね、こういう決め台詞とかで。っていうかね、僕実際にこれしかないですから、僕あの本当にこれだけでやってますっていう感じで、あのそういう意味ではね本当にこれがあれば何もいらないさっていうくらいです。